複合遺跡とは、同一範囲内の地中に、複数の時期、時代にまたがる、複数種類の遺構が、相意をことにして、重層的に存在している状態を表す、考古学用語。またそのような遺跡のことである。これに対し、単一の時代、種類の遺構で構成される遺跡を、単純遺跡という。通常土地は、経年による土壌や、砂礫の堆積作用により、 性質の異なる土層が、幾重にも、層をなして積み重なっている。それらは、通常、地層類重の法則に従い、下に行くほど年代が古く、上に行くほど新しい。このような中で、各時代を通じて、同一の土地で人類の活動が繰り返された場合、それらによって土地に掘り込まれた、種事の遺構も、先に形成された仮想の遺構を後から形成された。 上層の遺構が壊したり、部分的に重複したりしながら、重層的に形成される。例として、静岡県浜松市岩所在の岩遺跡は、飛鳥時代から平安時代の灌え石として知られるが、下層には古墳時代の集落、さらにその下には、弥生時代後期の観光集落が形成されている。その周囲にも駅か、港、城閣などの複数の遺跡群が存在するため、 岩石群とも呼ばれる。道県静岡市中心街にある今川市、徳川市の伊次路新府城は、上官跡の種別で、寸府城石という単一の遺跡名称を与えられては、いるが、現静岡市立青い小学校周辺では、城関係以降のある面より、海に縦穴住居20頭以上が検出された弥生時代の集落遺跡が広がっている。また、 上域南東部3の丸付近では、8世紀から12世紀代にかけての遺構や遺物がまとまって検出されており、所在地が未だ確定していない古代するが国府跡である可能性も高まっている。これらは、寸布城跡と完全に重複しているが、集落、漢画の種別を持つ寸布城内遺跡と呼ばれている。したがって、寸布城だけを取れば、 定石という単純遺跡に見えるが、仮想の旧地遺跡部分をも含めれば、寸譜城も複合遺跡と言える。このように、時代や種類が違っても、同一エリアに長期間に様々な遺跡が作られ続ける原因としては、その場所が人類の活動や活動目的によく適合した立地、環境を備えていることに由来することが多い。伊庭跡の場合、看護集落や、 カンガーとは、演習灘に面して、よく発達した浜堤場に立地し、中石地の中でも、周囲より土地が高く安定しており、かつ、カンガの物資輸送に、不可欠な港や環道に近いという利点がある。寸布城のある、静岡平野も、安倍川が形成した広大な扇状地からなっており、寸布城付近は、扇状部にあたり最も安定した地形であるため、 弥生時代以来多くの人々が活動できたとされている。斎藤忠氏は近年はこの種のものの事例が多く調査などに苦心されていると述べているが、日本にある遺跡は多くの場合複数の時代にまたがる年代幅を持っており、またその中に複数種類の移行を伴うことから単純遺跡と呼べるものは実は少なく大半が複合遺跡と言えるのである。 ありがとうございます。